今までのサプライズで一番インパクトが強かった北島三郎とバーチャル北島三郎記念館がまさかの事態に、に対するみんなの反応。プラメンテじゃなくて竹豊&ルメール&北島三郎でした。わかるか。サブちゃんのサポカ実装。これエンディングテーマ祭りになるだろ。北島三郎からメッセージが来るスマホゲーム。北島三郎最新情報は草。VR サブちゃん記念館。ちゃっかり宣伝してて草。正直サンデー襲来よりもインパクトエグいかなって。ちょっとしたサプライズどころの話じゃないんですが。豊かルメールはまだわかった、サブちゃん。竹豊か&ルメール&北島三郎はちょっとどころじゃないわ、大サプライズよ。杉本さんも追加だ。おかしい。競馬関係ならメインになってもおかしくないはずなのにインパクトが薄く感じてしまう。サブちゃんまではわからん。なんでソシャゲのライブでこんな方々が出てくんねん。正直今までのサプライズでトップだわ。ある意味ブラメンテよりビッグなサプライズだからセーフ。今後パカライブ最高メンバー論争で真っ先に上がるやつ。レジェンドジョッキー&レジェンド歌手&レジェンド競馬実況アナのレジェンドのジェットストリームアタックやぞ。対抗馬、ケニー・ロギンス。トップガンコラボでトム・クルーズと馬娘声優が絡むアレナミに吹き込んだ。サブちゃん、かなり体調弱ったと聞いていたけど、わざわざ応援レター出すとは思わなんだ。正直全部吹っ飛んだというかなんというか。スタッフも3期絶対成功させなきゃというプレッシャーやばかろうな。サプライズどころか大規模爆撃なんですが、それはこれを超えるには女王陛下にご出演いただかないと。もうこれ以上の衝撃はないはずだけど、アニメ放送中に大魔神が来てもおかしくない感じになってる。まさかサブちゃんが出てくれるとは。何？竹豊とルメールもビッグサプライズだって。そっか、感覚麻痺。竹豊、わかる。ルメール、わかる。杉本清、わかる。北島三郎、わかるか。豊かルメールや杉本アナ、ギャロップコラボとか冷静になって考えればすげえってなるけど、サブちゃんのインパクトが強すぎて何もかもかすむ。誰よりも北さんブラックに脳を焼かれた存在だからな。北ちゃんのお父さん役として出演してほしいくらい。サブちゃんっていう芸能人馬主で競馬ファン以外もみんな顔を知ってるっていうのはでかいよな。え、北島三郎具合悪いんですか？もう自分で歩けんし、いろいろ身辺整理とかもやってるんよ。そんな中お手紙よこしていただけるなんてな。お手紙どころかプロットの拝見もなされたんだぞ。半ばサブちゃん公認アニメや。容態が容態だからこそ普段よりも貴重さが増しててね。発表前に戻ってこの話しても嘘つけって言われそう。他出てくれそうな馬主って大魔神、ドクターコパ、三浦大輔、ジャンポケ斎藤とかかな。サブちゃんの後に来ても、感はあるが。もう就活してるし、サブちゃん関係だと祭りのカバー歌われたらいいなーくらいにしか考えてなかったんだよな。サブちゃんご本人からの手紙やプロット見たって報告が来るとは思ってないのよ。怪物でも牝馬でもなく祭りが来よった。もう少し若かったらアニメに出てくれたかもなー。さすがに年齢的な体調の問題がどうにもならんのはしゃあない。ガロップコラボはスーッと流され、竹豊とルメールが前座扱いされるサプライズがおかしい。ガロップとのコラボも普通にすごいし、竹豊とルメールだって十分にすごいはずなんだよ。帝王に憧れる北ちゃんの馬娘の独自要素も含めて許可してプロット読んでくれたとかすごいことです。やっぱ全部監修してるんだな。そういやアニメの新情報はなかったな。いやアニメの新馬娘出しても絶対かすむわ。うむ、絶対にここで出さずに1話始まったところで出す方がインパクトあるわ。バーチャル北島三郎記念館、サバ落ちしてるの笑う。おいおい、サーバー落ちたよ。やっぱ馬娘ファンって多いんだな。嬉しい悲鳴。お前ら突撃するな。どんだけ接続増えたんだよ。言うほどバーチャルサブちゃんの歌聞きたいか？聞きたいな。北さんブラックの祭り聞きたいな。あったら泣いちゃうけど。実写エンディングでサブちゃんが競馬場で歌った祭りが流れたら泣く。祭りからの馬ぴょい伝説が見える。
花商会祭りだ、淀和祭りだ、北山祭りだ、そして鳴り響く和太鼓からの祭りエンディングとかなったらテンション上がりすぎて情緒ぶっ壊れてしまいそう。イクイノックスが勝った時に中継を見てたサブちゃんがテンション上がっちゃってテレビの前で祭りを歌ったって話が大好き。サブちゃんにとっては北さんのこのイクイノックスは孫みたいなもんだからすっごい嬉しかったんだろうね。まさか VR 生まれーターがバーチャル北島三郎記念館に繋がっていたなんてな。あれだけのトレーナーがなだれ込んだんだ、サーバー聞きれなくて落ちてしまったか。サブチャンネルがあれば、北島三郎のサブスクは解禁済みなんだけどな。乗り込めー。いやなだれ込むな落ち着け。サーバー走らないでください、押さないでください。コミケスタッフかな？ちゃんとウマ娘北さんブラック役の声優さんの名前を書くところがさすがサブちゃんだと思った。芸能界の伝説に名前を呼んでもらえんだもの、矢野さんも感動で大号泣だよ。正直、紅白をサブちゃんで締めてた時代良かったよな。締めに祭りみたいな曲聴くの楽しかった。当時の紅白は演歌とかバカにしてたけど今となっては様式美として楽しかったしいい時代だったと思う。当時はかかったのもあるけど祭り聞いて来年も頑張るかーって気持ちなったな。ぶっちゃけ演歌で締めるのは伝統で伝統に意味を見出すのもいいよねってなるのが正月だからね。紅白の演歌の横でゲームボーイでテトリスしてたのがいいんだよな遠い目。函館にあったリアルの北島三郎記念館が閉館したのに伴ってバーチャル A 展開館したのか。すごい世界になったな。各地の歌詞タレント記念館もこうなっていくのかねー。下手すると、地方の公立博物館資料館もそうなっていくんじゃないかな。予想もしてなかったよこんなサプライズが来るなんて。祭りだ祭りだサバ突撃。サバ落ち祭りだよー。ブルボン教えていただいたサイトにアクセスしたらエラーになりました。ブルボンさんに教えたせいでブルボンさんを悲しませちゃった。ライス悪い子だ。タケルルメコンビが前座とか言われててわろた。それでも随分豪勢な前座だな。タケルメコンビといえど比較対象が悪すぎんよ。そんなに北島三郎が好きになったのか、トレーナー。もともと好かれてる定期。昭和時代のスケールが大きい男感あるよな。そもそも北島三郎のことはなんとなく好きって人の方が多いだろ。北さんブラックの馬主だから馬娘ユーザーだとなおさらな。人間味あふれるエピソードにこと書かないから好きにならずにはいられないんだよね。これ最終話は、祭りからの馬ぴょい伝説の流れですね、間違いない。馬娘の解説動画も上げてるので、他の動画もぜひ見てくださいのだ。ぜひ、高評価、チャンネル登録お願いしますなのだ。最後までご視聴ありがとうございましたのだ。